僕はその前の会社にいる時にもうそろそろちょっと独立をしたいっていうことでお話をさせていただいていて、まあ、ただ半年から1年後ぐらいをめどにやりたいのでっていうお話をしてたんですけど、まあそれにあたってたくさんお話を嬉しいことにいただきまして、その中の一つにここで探してます、次の方探してますっていう形でお話をいただいて、でお話をいただいてその次の日には前のオーナーさんとお会いして、その2日後にはもうここでやりますなので実質ほんと 4,5 日で、はい、もう。そうですね、前からやってるのこのモンブランとかこのショートケーキっていうのが前のお店から のずっとやってるもので、あとこちらのアンジュっていうものですね、これはお店の名前もあって前のオーナーさんからずっと、ちょっと飾りとかは変わってるんですけど、まあ僕の場合ここはもともとそのいろいろ機材が揃ってる状態で買ってるので、はい、ただ引き継いでお店を引き継いで以前のものもやりながら新しいものを作っていくとか、ものを揃えるっていう面では、まあ、普通より他よりはちょっと違う面で大変だったかなとは思ってますけど、はい、そうですね、ショートケーキなんかは前の以前のお店の時から引き継いだまま同じ形でやらせていただいていて、やっぱりモンブランとすごく昔から好きだって言って来てくださるお客様が継続していらっしゃいますので、そこはすごくありがたいというか、はい、まあ、正直その物件とかがトントンとすぐ決まってしまって、で仕事もずっとギリギリまで前職をやっていたので、まだこう手の込んだものというか自分のこだわりを強くこう凝縮したようなものっていうのがまだできていない状態で、ただこれは今までやってきた中で自分の中で確実にシンプルで美味しいもので間違いのないものっていうものを今チョイスしてやってるので、こだわりのものはこれから順に出ていくかと思います。はい、はい、こっちは焼き菓子になります。はい、まだ処理全然多くないんですけど、これからまたどんどん順に種類も増やしていって、はい、充実させていこうかなと思ってるんですけど、前々からやっているものもルセットを読み解いて配合をちょっと調べて、前からある人気のものも復活させていきたいなと思っていて、まあ、同時進行で両方ともやっていきたいなと思って、はい、なんか今ちょっとだいぶ散らかってるんであれなんですけど、ありのままでこのままが恥ずかしい。まあ、とにかくお客様にあとお菓子に作るものに対して誠実に真面目に仕事をしておいしいって思っていただけるものを作り続けていくっていうのが一番のこのお客様に対するアピールというかなんていうかなとは思っているので、はい、そうですね、僕はフランスから帰ってきてからお菓子屋さんではなくずっとレストラン、フランス料理を中心としたレストランで働いていたので、そういう皿盛りのアシェットデセールですとかそういうものができるような空間を作っていけたらなっていうふうには思っています。そうですね、はいつかやりたいなと思ってるんですけど、ただここだともしかしたらちょっとそれをここまで行くにはテーブルを用意したりっていうのはちょっと手狭かなっていうのもあるんで、まあ、初めはここはお菓子屋さんとしてのスタイルをきちっと確立した上で、まあ、そういうものができるようなお店もまた展開できていけたらなとは思っています。